皆さんこんにちは。今日は略奪婚に至った芸能人10選について紹介していきます。1位、三谷秀明。三谷秀明は日本の俳優、京都府舞鶴市出身、京都府立東舞鶴高等学校卒業、同志社大学文学部英文学科中退。妻は白川由美、長女は三谷由里恵。大学中退後アルバイト生活を経て1954年ラジオ佐世保に開局と同時に入社。3年間司会や英語放送のアナウンサーを務めた。佐世保時代に前妻と結婚したが後に離婚。三谷秀明さんの妻といえば女優の白川由美さん。夫婦仲の良さも有名で、1988年から1993年には CM で共演していたことも、芸能界のおしどり夫婦を代表する夫婦として知られていた。ですが三谷秀明さんにとって白川さんとの結婚は再婚。ラジオ佐世保でアナウンサーをしていた頃に一度結婚していたんだ。気になるお相手ですが一般人の女性とのこと。それ以外の詳細な情報を見つけることはできなかった。前妻との情報はほとんど表に出していない三谷さん。いつ結婚したのかも正確には分かっていない。そんな白川さんと三谷秀明さんはラジオで共演したことで意気投合し、その後結婚。東宝と日活という異なる映画会社に所属する。二人の結婚は大きな話題となった。ただ白川さんと共演した当時三谷さんは既婚者、前述の通り子供がいた可能性もある。ところが三谷さんは妻子を捨てて白川さんと再婚したのだ。清廉潔白さが求められる最近の芸能界。今の芸能界であれば世間から大変なバッシングを浴びていたはず。ところが白川さんは三谷さんと結婚後も評価が衰えることはない。それどころか母親にしたい女性タレントの常連となっている。いかに以前の世論が芸能人に寛容だったかがわかるよね。2位、八千草薫。八千草薫は日本の女優。大阪府大阪市出身、宝塚音楽学校卒業。所属事務所は柊企画、愛称は瞳。穏やかな表情や話し方などからも上品でおっとりとしている印象だが、そんなイメージとは裏腹に演技に対して非常にストイックで頑固な面も知られた。1975年のドラマ「赤い疑惑」では山口百恵さんの母親役を演じましたが、全29話あるにもかかわらず6話で降板してしまった。理由は超多忙な百恵さんのスケジュールに撮影が左右されたこと。そして八千草薫さんと向かい合う場面では百恵さんの代役が背中だけ見せていることに女優として我慢がならなかったからだと言われた。誰に対しても先輩女優として言うべきことは言うという演技に対する厳しい姿から共演するのが怖いという声は最近までよく聞かれました。プライベートでも彼女の意志は強かった。宝塚を退団した1957年に19歳も年上の映画監督谷口千吉さんと結婚した。宝塚を退団しフリーの女優として活躍が期待された矢先の人気絶頂期の結婚は大きな騒ぎになった。当時谷口さんには女優の若山節子さんという妻がいた。離婚後すぐに八千草薫さんと結婚したので略奪婚だと言われた。谷口さんにとっては3度目の結婚でしたね。2人に子供はおらず、2007年に谷口さんが95歳で亡くなるまで50年間連れ添った。3位、山田邦子。山田邦子は日本のお笑いタレント漫談家、女優番組司会者作詞家小説家、アスリートマーケティング所属、愛称はほーちゃん。ミス日本出場の経歴を持ち、今年のミス日本の審査員も務めた。元衆院議員の金子恵美氏が2024年2月6日とキャムクスバラ色ダンディーで今年のミス日本が既婚男性との交際を理由にグランプリを辞退した。問題に触れ辞退するならじゃあなぜ出場したんだって理解に苦しむところはあると述べた。番組では今年のミス日本の C のカロリーナさんが既婚男性との交際が報じられミス日本グランプリを辞退したことを取り上げた。 C のさんが選出された際にはウクライナ出身であることから様々な議論がネットで浮上していたが、それについても多様な社会に踏み込む上で一歩いいきっかけになったところまでは良かったがとコメント。
お本人の価値観でそぐわないという考えもあって辞退なさったと思う、受け入れるしかないと語った。これにアシスタントの山田邦子が、不倫した女性はミス日本にはそぐわないわけですかと金子氏に質問。金子氏は、そぐうかそぐわないかといえばそぐうとは言えないかもしれないですけどと言い、その理由について、日本の行動の美心の美を大元にしている行動のところでどうなのかと答えた。さらに、こんなことがあるとは誰も思わないし、身体検査もなかなかできないとし、なぜじゃあ出場したんだってところは、理解に苦しむところは関係者も思っていると思うと椎野さんが、既婚男性と交際していながら出場に踏み切ったことに首をかしげていた。4位、夏目雅子。夏目雅子は日本の女優、本名は西山雅子、旧姓は小立、神奈川県横浜市中区出身。夫は作家の伊集院静香、弟にプロゴルファーの小舘俊明がいる。園田事務所などに所属していた。そして1984年、女優の夏目雅子さんと結婚、当時不倫と騒がれたが彼女との愛を貫いた。しかし翌1985年に夏目さんは白血病のため27歳の若さで死去してしまう。自暴自棄になり、一時は酒に溺れたが死と仰いだ。浅田哲也さんと競輪場への旅打ちを続ける中、自分を取り戻し再び作家の道へ。1992年には受け付きで直木賞を受賞した。同年には篠乃と再婚し、篠乃の実家のある仙台に移住、東京の常宿である山の上ホテルと2カ所に拠点を置く生活を続けてきた。のぼさんで司馬遼太郎賞、2016年には紫綬褒章を受賞している。高校時代にはプロを目指すほど野球に打ち込み、長嶋茂雄さんに誘われて立教大に進学するも肘を痛めて選手生命を絶たれた。しかし野球への愛は消えることなく、巨人ヤンキースで活躍した。松井秀喜氏とは20年以上にわたって親交を深めてきた。5位、藤田智子。藤田智子は日本の女優歌手、東京都世田谷区出身、ホリプロブッキングエージェンシー所属。そんな旦那さんが大好きな藤田智子さん、ネット上では略奪愛ではという書き込みもありますが、実はそれは本当のようだ。旦那さんには藤田さんと結婚する前に長く付き合っていた彼女がいて、婚約までしていたという。しかし結果的には藤田智子さんと結婚することに決めた。桑山哲也さん、今は群馬県桐生市に2人で移住してるね。夫婦仲睦まじく暮らしているのでしょう。また藤田智子さんは英語が流暢に話すことで有名だ。喧嘩をするときや怒るときには英語になるようだ。そっちの方が都合が良いようだよ。旦那さんと藤田智子さんが英語で喧嘩をする姿も想像すると微笑ましいね。6位、水谷豊。水谷豊は日本の俳優歌手、映画監督、実業家、グリサムブラザース LLC 合同会社代表社員、北海道芦別市出身、トライサム所属。妻は伊藤蘭、長女は朱里。私生活では元キャンディーズのメンバーで女優伊藤蘭を妻に持つ芸能界きってのおしどり夫婦って知られる水谷だが、実は伊藤とは再婚であり、略奪不倫の末に極秘入籍した経緯があるのだ。水谷は熱中時代で共演した女優のミッキー・マッケンジーと1982年に一度目の結婚をしている。だが結婚からわずか半年で東京と米ロサンゼルスでの別居状態となり、不仲説が報じられた。一方で同年放送のドラマアンちゃんでの共演で伊藤と意気投合した水谷は、1983年放送の事件記者チャボフで自ら伊藤を相手役に指名した。再び共演した伊藤との熱愛が報じられるようになり、86年5月には水谷の離婚が成立したのだ。その後水谷と伊藤は都内マンションで半同棲に近い生活を始め、所属事務所も2人の交際を認めた。当初は沈黙を守り、一時は破局の噂も流れるほどだったが、出会いから7年後の1989年1月に正式な夫婦となった。7位、石坂浩二。石坂浩二は日本の俳優タレント、石坂ミュージカルエンタープライズ社長。2015年10月からプロダクションオギに所属。本名は武藤平吉で、
親しい芸能人には平ちゃんと呼ばれる画家として1974年から1985年まで仁科展に連続入選しているプラモデルの愛好家としても知られる2000年11月23日木村拓哉が工藤静香との結婚を発表し、芸能マスコミが右往左往する中、石坂浩二が突然に19年間連れ添った浅丘ルリ子との離婚を公表、再び芸能マスコミが奔走することになったのが暮れも押し迫った同年12月27日だった。この時石坂は59歳、一方の浅丘は60歳。結婚当初からたびたび離婚危機説が取り沙汰されていたが、18年前に別居状態になってからは離婚報道は年中行事化していた。それだけに2人揃っての離婚会見には若手芸能記者の間から、この2人まだ離婚していなかったんですねという言葉も飛び出す不思議な記者会見になったのである。8位、中尾彰。中尾彰は日本の俳優声優タレントコメンテーター。千葉県木更津市出身、古館プロジェクト所属。前妻は茅島成美、現在の妻は池波志乃。義父は落語家10代目金言亭馬将棋、祖父は5代目古今亭新正義、叔父は3代目古今亭新朝。名の元は俳優の田宮五郎。身長175cm、血液型O型。俳優の中尾彰と女優の池波志乃夫婦は1978年3月14日に結婚している。きっかけは1977年10月13日から1978年5月11日にかけて放送されたテレビ番組ダルマ大女児県庁の共演だった。2人は交際3ヶ月というスピード婚だったわけですが、当時は池波志乃の略奪愛ともてはやされたそうだ。それでも2人は離婚せず、現在もおしどり夫婦として知られている。さらに中尾彰と池波志乃はすでに就活準備に取り組んでいるとか。そもそも就活の原因となったのは、中尾彰が2007年に患った病気、急性肺炎と横門金融解消。この病気をきっかけに夫婦は就活を始めているということだ。中尾彰は池波志乃と2度目の結婚になる。1度目の結婚は1970年で、相手は女優の茅島成美。2人は1975年に離婚していますが、婚姻中中尾彰は茅島成美との間に息子を一人授かっているのだ。そこで息子について調べてみると、一時期は俳優として活躍していた中尾学だということが分かった。しかし現在では息子の中尾学は芸能活動を引退、すでに一般人としての生活を送っているようだ。9位、小林幸子。小林幸子は日本の歌手、女優、タレント、実業家、 YouTuber。 本名林幸子、旧姓小林、血液型は A 型。身長165cm。 幸子プロモーション所属。古賀政男に見出された確かな歌唱、登場の美学をモットーに豪華すぎる紅白衣装で話題をさらった昭和平成を代表する国民的演歌歌手、エンターテイナー。入籍を済ませた小林は報道陣の取材に応じ、小さい林から林になりましたと妻となった喜びをかみしめ、夫から2年前にもらったという指輪を披露。だが夫との結婚により小林は窮地に立たされることとなる。結婚後の夫は事務所の経営に口を挟むようになり、2012年4月に事務所幹部の2人を退職に追い込む大内騒動が勃発。あくまで小林は事務所のオーナーでしたが、切り捨てられた社長らに対しマスコミは執拗に小林を非難。やがてバッシングはエスカレートしていきました。さらに2012年4月元社長が日刊スポーツの取材に王子夫妻の交際に不信感を抱いていたと告白。同氏は元社長の証言をもとに、夫妻の交際は2001年からとし、交際はおよそ10年に及んだと報じた。加えて夫妻が知人らに交際から丸10年の記念日に婚姻届を出したと漏らしていたという内容も掲載。このことから夫妻の不倫疑惑が浮上し、結果的に略奪婚と言わざるを得ないとしている。10位、五代夏子。五代夏子は東京都出身の演歌歌手、夫は杉良太郎。1972年に女優の山田信子さんと結婚した杉良太郎さん。結婚から26年後となる
1998年に離婚してしまいますが、一体何が原因だったのでしょうか。公式には長年連れ添ったがゆえの倦怠期が離婚の理由だそうだ。ですが本当の離婚原因は別にあると言われている。杉良太郎さんと前妻の離婚原因としてささやかれているのが五代夏子さんによる略奪。前妻と離婚した翌年に杉良太郎さんが再婚していることからこのように言われているようだ。交際から1ヶ月で結婚を決めたそうですが、離婚から再婚まであまりにも早すぎるため不倫を疑われても仕方ない部分もあるね。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。芸能人、有名人は華やかな世界のため。モテる人が多数だ。結婚しながらも不倫。浮気をする人は一般人でも多数いるが。芸能人だから週刊文春やフライデーに。見つかってしまい公表されてしまうのは、非常にかわいそう。しかも浮気不倫は警察に。逮捕されるような犯罪行為ではなく、夫、妻に対する民法上の不法行為となる。損害賠償の対象になるのみだ。あくまでも夫婦間の問題なのに、不幸にして週刊誌などで浮気不倫を公表されてしまった有名人を紹介しよう。1位、広末涼子。1980年7月18日生まれのアイドル、女優さんだ。14歳の頃に CM でブレイクをし、NTT ドコモのポケベルの CM キャラクターで世の男性を魅了した。2003年12月にモデルの岡澤隆博さんと結婚をし、第一子が誕生した。その後に2008年3月に離婚が成立し、2010年10月にキャンドルアーティストのキャンドル・ジューンさんと再婚し、翌年には次男を出産。2015年には第三子を出産して3人のママとなった。そんな中、2023年6月に、週刊文春に佐藤健さんに続き、2回目の不倫報道が報じられた。お相手は有名シェフの鳥羽周作さんで、6月3日午後9時半頃に都心の高級ホテルで落ち合ったという。写真はフラッシュに掲載されている。広末さん、鳥羽さんも当初は完全否定はしていたが、直筆の手紙も報じられて、完全に認めざる得ない状況になる。今回の鳥羽さんはワイルドな見かけで、広末さんより3歳年上。おじさんからすれば永遠のアイドルの広末さんと、仲良く過ごしたくなる気持ちは、すごくわかるし羨ましいけど、W 不倫だとちょっと家族がかわいそう。第三子を出産する前の2014年に、俳優の佐藤健さんと、密会をしていたことを女性セブンが報じる。夜に訪問をして、翌朝に二人で、出かけたことをキャッチされ、広末さん側は否定をしていたが、東スポによると佐藤健さん側は関係を自白し、事務所に謝罪をしたということだ。2位、今井絵理子。1983年9月22日生まれの歌って、踊れるスピードの元メンバーで参議院議員だ。数多くの有名人を輩出している。沖縄アクターズスクール出身で、1996年にスピードのメンバーとしてデビューをし、数多くのヒット曲をボーカルとして支える。2000年にはスピードが解散し舞台などで活躍をしていたが、2004年に 175R の翔子さんと結婚妊娠を発表をし出産をした。そのお子さんが感音性難聴という病気を患っているということも公表している。2007年には 175R の翔子さんと離婚をし、シングルマザーとしてテレビなど活躍をしたが、2016年の参議院選挙で自民党から立候補をし見事当選をした。
議員活動をしている2017年7月に週刊新潮が神戸市議員の橋本健さんとの不倫疑惑を報じた。橋本健さんは自身の婚姻関係は破綻しているが、認識の甘さで軽率な行為を取ってしまったと説明をしており、不倫が露呈した状況だ。さすがに新幹線でバレるように手をつないじゃダメだろう。お互い議員さんだし油断しすぎ。その後に橋本健さんは妻に生活費を減額するなどということが公表され批判にさらされ、また政務活動費を不正に受け取ったとして、2017年8月に議員辞職をした。3位、東出昌大。1988年2月1日生まれの俳優。ファッションモデルだ。高校時代にメンズノンの専属モデル。オーディションでグランプリを獲得し芸能界デビュー。2013年には朝ドラ、あまちゃん、ごちそうさんに出演をして一躍スターとなった。そこで共演をした2歳年上の女優のあんずさんと出会い、2015年に結婚をした。2016年に双子が誕生し、2017年には3子が誕生をして、幸せな家庭生活を送っていると思われた。そんな中、2020年1月に週刊文春が、10歳年下の女優から田絵梨花さんとの不倫を報じ、出演をしていたコマーシャルの打ち切りなどがなされている。2018年公開の映画、寝ても覚めてもで共演をし、そこからの付き合いということで、妊娠中のよくできた年上の奥さんを置いといて、若い10代の女性に手を出したということで、世間の奥様方を敵に回してしまった。2020年8月1日に修復できずに離婚を発表した。4位、豊原康介。1965年9月25日生まれの俳優さんだ。1982年よりテレビドラマ、映画にデビューをし、非常に多くの作品に出演をしているな俳優だ。1998年に一般の方に結婚されており、お子さんもいらっしゃるが、私生活はあまり公表はされていない。そんな中で2015年にフライデーで元アイドル、女優の小泉今日子さんとの交際疑惑が報じられ、2018年2月に正式に、付き合っているということを公表した。協議離婚中ということで、法律的には不倫ということになった。お互い大人だし、永遠のアイドル。キョンキョンと付き合えるなんて、本当に羨ましい。5位、斉藤由貴。1966年9月10日生まれの元アイドル、女優さんだ。1984年にミスマガジンでグランプリに選ばれて芸能活動デビューし、1985年に卒業で歌手デビュー。スケバン刑事でドラマに出演し、当時の男子たちの憧れのトップアイドルとなった。その後に数々のドラマ、映画に出演をし誰もが知る女優さんとなっていく。私生活では恋多き女性。ということでいろいろ報道がされてきた。1991年6月にフライデーにより、当時妻子がいたミュージシャン、尾崎豊さんとの不倫が報道された。1993年には川崎麻世さんとの不倫がフライデーで報道された。川崎麻世さんは当時は、カイヤさんと結婚をしており、2回目の不倫報道となった。以下の写真は謝罪会見の様子で、後ろから見ているカイヤさんは怖い。よく撮ったなと思うアングルだ。まだまだ終わらないのが斉藤由貴さんだ。1994年12月に信仰をしていた、モルモン教徒のオイ・エンアンさんと結婚をし、3人のお子さんに囲まれて、幸せに生活をしていると思われた。そんな中2017年8月に週刊文春によって、不倫疑惑を報じられた。
今度は妻子ある開業医で W 不倫ということになった。連名会見をするが、出てきた写真はかなり親密で言い訳はかなり苦しい。6位、石田純一。1954年1月14日生まれのタレント、俳優さんだ。1970年代に星川真里さんと最初の結婚を行い、俳優の石田一生さんが誕生したが間もなく離婚をしている。1979年に俳優デビューをし、トレンディードラマに出演するなど、時代を代表する俳優さんとなっていった。1988年には女優の松原千明さんと再婚をして、2年後にはモデルのすみれさんが誕生した。昔の写真がなかったので、とりあえず昔の夫婦に囲まれるすみれさん。さて、松原千明さんと結婚生活をしている。最中の1996年10月にフォーカスより、19歳年下のファッションモデル、長谷川理恵さんとの不倫が報じられた。8年にもわたって関係が続いており、マスコミに石田さんは、文化や芸術といったものが不倫という恋愛から、生まれることもあるという名言を説明し、世の中の奥様の不満を一手に集めた。ちょっと言い過ぎた発言にテレビに出れない。不遇の時代を過ごす原因となってしまう。その後に長谷川理恵さんは神田正輝さんと付き合うということも報道されており、かなりの年上好きなんだろう。不遇の時代を過ごした石田純一さんは、11年連れ添った松原千明さんと1999年に離婚。その10年後の2009年に元プロ野球選手の東尾治さんの娘でプロフゴルファーの東織子さんと結婚。お子さんも3人誕生し、今度こそは浮気をせずに、バレずに、お子さんを育ててほしいと思う。7位、袴田義彦。1973年7月16日生まれもモデル、俳優だ。1991年の第4回、ジュノンスーパーボーイコンテストで、グランプリを受賞して芸能界デビュー。イケメンモデルとして活躍をし、2010年8月にタレントで、元グラビアアイドルの川中愛さんと結婚をした。2011年に第一子が誕生し、幸せな結婚生活を送っていたが、2017年1月にグラビアアイドルの青山まーさんとの不倫が報じられる。その際に利用をしていたのがアパホテルということで、アパ不倫という、ありがたくないいじられもするようになった。大きな胸が好きなんだろう。きっと。そして発覚から半年経った。2017年9月に川中愛さんと離婚したことを発表した。その後には2017年の大晦日にダウンタウンの、絶対に笑ってはいけないアメリカンポリス24時に、アパ不倫の容疑者不倫仮面として出演をし、世間を驚かせた。8位、原田龍二。1970年10月26日生まれの俳優さんで、弟は俳優の本宮康風で、その妻はタレントの松本明子さんだ。1990年に第3回、ジュノンスーパーボーイコンテストで、準グランプリとなり芸能界デビュー。その後にイケメン俳優として数々のドラマ、映画、舞台に出演をしている。2001年に女優さんと結婚をし、2002年に長男、2006年に長女に恵まれる。2019年5月に愛車のランドクルーザーで、複数のファンと車中不倫をしていたと、週刊文春で報道される。その相手の女性がコメントしたと言われるのはちょっと衝撃。ほとんどは彼の車。いつもの場所に駐車したらすぐ後ろの席に。移ってきて下半身をポロン。終われば最寄り駅まで送られてバイバイ。虚しくなり連絡を絶ちました。ちょっとせこくやりすぎ。結果でバラされちゃったんだろう。
最後までご視聴いただき、ありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。